まあまずはマジソンスクエアガーデンの感想を言いたいところですが、Jホワイト強かった。さすが IWGP ヘビー級チャンピオン、本当に強かったし、絶対にこの負けは J にプラスになるから、まあ、また J も若いし、これから何回も戦う相手だと思いますけども、しっぱり倒していきたい、いい対戦相手ができました。ありがとうございました。そしてマジソンスクエアガーデンの感想と言いかしてもらうと、入場して見た景色ってのはすごかった。また東京ドームとは違う景色だと思うし、あの景色を見ることができるのは本当に世界中の限られた人間だと思います。本当に素晴らしい会場、素晴らしいお客さん、最高のね思い出ができましたし、これで終わりじゃなくまた戻ってきたい、最高でした。何をと思ったか今忘れちゃった。本当にあんだけのお客さんが入ったらプロレスの、日本のプロレスの力ってのを見せることができたと思いますし、胸を張って日本に帰りたいと思います。まあ今週本当いろんなプロレスの大会あると思いますけども、新日本プロレス超えることができるなら超えてみなさい。ありがとうございました。一応その IWGP のベルトを巻くっていうのは約10ヶ月ぶりっていう形になるんですけど、はい、その前回はそのまま最強防衛ってありましたけど、はい、今回またこうやってベルトを巻いて、ここからまた次どういう IWGP 王者としてるんですか。本当に IWGP の戦いってこんなにきつかったっけなと思いましたし、まあ V12 達成した岡田和親もかっこよくて強かったと思いますけども、このマジソンスクエアガーデンを成功させた岡田和親もまた強くて違うかっこよさ、まあ自信もそうですし、そういうのがにじみ出てくると思うので、それは今後皆さん、チャンピオンの岡田和親をどうなるか、どういう風に見えるか楽しみにしていてもらえたらなと思います。今までも岡田選手はいろんな記録だったりとか、いろんなものを新日本プロレス変えてきたと思うんですけど、はい、今日のそのマジソンスクエアガーデンというまたちょっとまた別次元のステージに上がったような気がしたんです。その辺は、まあ、それは正直僕一人の力ではないと思いますし、新日本プロレスもそうですし、まあ ROH もそうですし、本当に単純にプロレスというものが盛り上がってくれれば、まあ、僕としてはすごい嬉しいことなので、どん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 盛り上げていって、プロレスというのをどん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 違う
ステージに、まあ、こうやってマジソンスクエアガーデンに来たようにどん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 プロレスを盛り上げていって、でもその中心には僕がいるような新日本プロレスにしていくことができたらなと思いますね。よっしゃ。